西連の岡ピザと申します。本日は練習会の告知動画になります。来月の11月3日に、西京区半成練習会っていうのを企画をさせていただきます。で、中身としては西京区の外周を使って、20キロ走をするという内容となっております。冬場の例えば奈良マラソンであったり、甲府のマラソンなど、まあ、いろいろこう、マラソン大会が、冬に開催されると思うんですが、それに向けてじっくり距離を踏んで足を作っていこうという目的になっております。で、ペースとしては A チームがキロ4スタートで、B チームが4分20スタートぐらいで考えております。外周でやりますんで、マラソンのレースペースで走るというよりは、ある程度余裕を持ったペースで走って、後半余裕があれば、ラスト5キロぐらいでビルドアップできればと考えております。で、A チーム、B チームともに、西連メンバーがペースメーカーはさせていただきますので、途中まででも大丈夫ですんで、参加してみてください。まあ、普段、西連で練習している方以外も参加していただけるような形で練習会したいと思いますんで、ぜひ興味がある方は、もう自由参加、自由解散となってますんで、お気軽に参加してください。はい。で、今回が第1回の半成練習会になるんですけれども、まあ、今後も月1回ぐらいのペースで、休日を使って距離走ができればと考えております。で、また、インスタグラムとか、Twitter、Facebook の方で情報発信していきますんで、まあ、よろしければフォローしていただいて、確認していただければと思います。今後の西連としての練習メニューなんですけれども、11月からはマラソンとかハーフマラソンに特化した練習メニューを立てていこうと考えております。で、基本的には火曜日にスピードをして、木曜日にペーストをするっていう流れは同じで変えずにいようと思うんですが、例えば火曜日のインターバルをロングインターバルにして少し本数を増やすとか、あとは木曜日のペースト走をまあ16キロ、20キロぐらい埋めるように、そういう風な感じで、徐々に距離を増やしていきたいと考えております。平日は、まあトラックで練習をして、まあレースペースで走ることで体にキレを出して、時間のある休日にロングジョグとか距離走なども企画をさせていただいて、足を作るっていうような感じで、まあメリハリをつけながら練習をしていきたいと考えております。で、僕自身12月には豊富に出る予定をしてますので、一旦12月中旬にピークを持ってこれるように練習メニューを立てていきたいと思います。で、まあこのように西連では、平日や、まあたまに休日を使って練習会を行っておりますので、またこうマラソンに向けて頑張りたい人とか、刺激のある練習がしたいっていう人がもしいらっしゃれば、ぜひぜひ参加してみてください。というわけで、今日はこんな感じで終わります。